ジャパングランプリトーナメント1回戦第1試合30分1本勝負を行います。赤コーナー、IWS チャンピオン170パのメデューサー、青コーナー150パのタテノノリホー、より村山大地。はい、落とせ、はい、はまえ、はい、
ゴムケが5エスパー、5エスパー。気をつけなさい。カウント7分42秒ダブルフォールとなりまして両者失格でございます。レグロかけたでしょ。ユニューさんも一緒に肩ついてる。あげないとダメダメだ。本当にだ。メデューサ選手の後方回転エビがダメ。メデューサ選手も両肩がついておりましたので、両者ダブルフォールで両選手失格ということになります。